セイコーマートにいます。食料は今回セイコーマートで調達しようと思います。嫁ちゃん何買ってくるかな、楽しみ。買い込みすぎちゃったかもしれない。何買ってきたのかな、後で見せてもらいますね。あ、美味しそうだね。いっぱいありそうだね。じゃあ自分も買ってくるかな。おかえり。はい、ただいま。よいしょ。いっぱい買ってきた。カップ麺2つと、うん、まあ、あと飲むので、あとで、うん、見せてあげる。うま塩チキンと大根の梅酢漬けを食べようと思います。小賀さんは竿を出して釣りの準備をしてます。いただきます。竿、とりあえず口内に2本出してみました。釣れるか分かりませんが頑張ります。うま塩チキンとポテトサラダと握り飯と、はい、カレーのカップヌードルです。はい。晩ご飯食べながら当たりましたんですけど、当たりコースでも唐揚げは美味しかったと。うん、まあ、もうちょっと待ってみて、釣れなかったら朝方にかけたいと思います。2時間経っちゃったね。当たりはもう1回もないです。ここはね、これは釣れないですね。ちょっと仮眠してから朝方またやりたいと思います。おやすみなさい。Thank you.
これさっき釣ったの。うわ、でっかい、すごい、すごいすごい、ね、すごいね、でかいよ、でかいね、やったね。さっき見せたのこれだから、うん、すごいじゃん、よかったね、すごい、よかったよかった。あ、いいね、かけに行っちゃう。あ、いいね、いいじゃん。いや、視聴者さんに声かけてもらったね。ね、嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しかった、ね、うん、去年にね、会ってる方で、ほぼほぼで動画見ていただいてるみたい。そうね。いや、いい再会だったな。なんか綺麗だね、伊達の道の駅。なんかいろいろ植物も、植物？植物ついてるね。ね、平手に向かいました。冷やし半さって。
かい？うん、茶碗蒸しも開けてみて。おー、いいね。持てる？食べたいのがジュニア。美味しそう。美味しそう。いただきます。うん。美味しい。これは贅沢だね。ということで、はい、ゴールデンウィーク、うん、終わったら、うん、あんたね、節約だね。美味しいスイーツと、うん、たまらんね。たまらんね。さあゆっくり安全運転で帰ろう。これ食べて、うんうん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあゴールデンウィーク後半は岡が料理をしています。